これはめちゃくちゃ効きます。花本演奏に限らずね、すべての打楽器で有効に使えるエクササイズなので、ぜひね、空いた時などやってみてください。はい、こんにちは。パーカーションの高文です。花本パーフェクトレッスン第4回目でございます。このシリーズは、花本という楽器の演奏方法について、とにかく丁寧に丁寧に、徹底的に、完全に解説し尽くそうというシリーズでございます。独学で花本を習得したい方は、もちろんですね、 歌本を教えている先生の方講師の方にもぜひ見ていただきたい内容になっております、はい、で前回までの動画でこの花本の基本的な発音高い音ハイトーン真ん中ミドルトーン低い音ベーストーン高い真ん中低いハイミドルベース、はい、この3種類の音のたたき分け方について解説してますのでまだ見てないよという方は概要欄から前回の動画をご覧ください そして今回はですね、クローズトーンという音の叩き方について解説していきます。人によってはゴーストノートと言ったりするんですけども、これって何かというとね、こんな感じでございます。はい、要はめちゃくちゃ小さい音っていうことです。前回まであったハイトーン、ミドルトーン、ベーストーン、これらの音っていうのをはっきりとしっかりと出す音になりまして、でこれらの音で、 リズムとかフレーズを作っていくっていう感じになるんですけれどもそれらのね間をこうひた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 とこう埋める感じの音が必要になってきますはいいやそれ本当に必要なんですかってねちょっと疑ってる方もいるかと思うんでやってみますけれどもまずベースはいベース、はい、これを叩きながらクローズトーンをいろいろ入れていきます 例えばこんな感じこんなのもあります はいななんとなくわかかりましたかねメインの音はあくまでベースだったりハイトーンなんですけれどもこの間のね埋め方でこのフィーリングが変わってしまうとつまりこういうどっしりとした感じのビートからこういう細かいフィーリングのビートに変えることができると。 まままあまあまあやり方はたくさんあるんですけれども要はむちゃくちゃ重要だということでございますはいこれねぜひマスターしておくと下本の演奏が一気に色づく華やぐいろんなねフィーリングのビートを演奏することができますのでぜひ習得していただければと思いますはいそれでは詳しく解説していきましょうはいクローズトーンというのは要するにめちゃくちゃ小さい音なので単純にこのね振り幅を小さくすればハイトーンを叩いてたこの 振り幅をものすごく小さくすれば、はい、これだけでできてしまいます。本当に軽くねえねえねえねねってこう人のね手をトン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 と叩くぐらい触れる感覚で全然問題ありません。トン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 、ちょん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 という感じですね。 でもこれで完成なんですけれどもせっかくのパーフェクトレッスンなんでもう初心者の方からねプロになっても使える応用できるやり方っていうのを今回ご説明したいと思います。はい、でこのチョン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 っていう叩き方まあいろいろ考えられますよね。例えば指先だけを使ってクイックイックイって感じでね指でやるパターンあるいは手首を使って パタパタパタとやる感じで叩く場合。そして腕から振って、まあ、さっき言ったようにこのハイトーンの振り幅をシンプルに小さくする、まあ、腕から振ってるこういう感じですねはい、まあ、このいずれでもオーケーなんですけれども今回ご紹介するのはですねこういう振り方をします こういうい形になりますねはいこれ一見するとね指を使ってちょん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 とやってるように見えるかなと思うんですけれども実はね指使ってないんですね指のこの曲げ伸ばしは一切してなくてここは極めてリラックスした状態でこのあたりを使ってます。はいどういうことかっていうとこういうことなんですね。 はい、ちょっと真似して手を動かしてみてほしいんですけどもこういうふうな動きできますかはいこれさっきのこう指を使ったり手首を使ったりする動きと全く違う動きだっていうことがわかりますでしょうかはいこれが極めて重要です実はこれ下本に限らずなんですけどもすべての打楽器演奏において極めて重要な考え方で、まあ、要するにねこの指だったり手首っていうのは末端の筋肉腱になるので とても弱い、脆い、えー、そして運動量的に限界があるんですけれども、今やってるこの根元から振る、では回転するような動きなんですけども、これは腕の動きの中でも極めて速い動きができる、プラス少ないエネルギーで効率よく動かせる動かし方なんですね。なのでシンプルにこう、速く叩きたいとき、 にはもちろん使えますしさらにそこからねクローズトーンではなくはっきりと出したいときにもこの動き腕の機構っていうのはすごく有効的に使えますしまあさらに、えー、後々のね上達していくとこう2回叩くダブルストロークとかこう指を分けて叩くスプリットハンド。 まあこういうテクニックなんかにも使えますので、ぜひね、今回のこの動画で習得していただきたいなと思います。で、今の説明だけで、あ、わかったわかったと。こういうことでしょと。あ、確かにめっちゃ楽だ、めっちゃ早く動くわってなった人は、もう OK です。はい、ここから先見なくて大丈夫でございますので、そのままやってみてください。で、今説明聞いても、あ、なんか理屈はちょっとわかった気がするけどいや、そもそも体の動かし方よくわかんないわって。なんか思うようにね、動かない、ムズムズしちゃうわと。 えー、いう方のためにここからね体の動かし方について解説していきますのでご覧くださいはいでは動画を見ながら真似してやってみてください自分手右手を出しましょうはいでこの手首の下あたりを軽く左手で握りますはいこの状態で右手を軽くこう回すような動きをしてみてくださいこの動きがよくわからない人は親指を中心に考えましょう 親指でグッとを作ってからこれをグッとね傾けるような動きでやってみてくださいはいできましたでしょうかそうすると今この支えている握っている左手の位置で骨がねグワングワンって動いたのを確認できますかはい結構骨がね当たりませんか はい、そうなんですね。この腕っていうのはここに骨が2本通っておりましてこの骨が傾くことによってこの腕が回っているように見えると。はい。まあこれよく言う話でね鍵の開け閉めとかドアノブを回す動きとか瓶の蓋を開け閉めするような動きの時にこの腕の機構を使うわけなんですけども。 まあ理屈としては大きくここに2本骨が通っていてこの2本の骨がこうパタンパタンと傾く動きで腕が回ってるように見えるという話ですはいでさっきも言った通りこの腕の機構っていうのはコントロールできるようになるとむちゃくちゃ速く動かせるもう本当にこのねプロペラのような鳥の 羽の羽ばたきのような動きが少ないエネルギーでできちゃいますと。でこれが太鼓を叩くのにめちゃくちゃ効率がいいんですね。で今回クローズトーンに関してもこの動きがあるとはい今の話を視覚化するためにシールを貼ってみました。もしねビニールテープをお持ちの方はこのように真似して貼っていただくと習得スピードがぐんと上がりますのでバカにせずねやってみてください。 これ、親指側が伝っているこの上側の骨のちょうど真上になるようにね、今シールを貼っておりまして、さっきの動きっていうのは、このような動きですと。はい。これでめちゃくちゃわかりやすくないですかはこの親指側が伝っている骨がこのように傾いている。この黒い線だけを見ていただくと、はい、こういう動きなわけですね。はい。 なんとなく原理はわかりましたと。で、これでどうやってかほん叩くんですかっていう話なんですけれども、この親指側をこのように傾けると、当然、この反対側に当たりますこの4本指って、逆に振られますよね。はい。意味わかりますか要するにこの腕が親指側と4本指側の二股、さすまただと思っていただいて、片方がね、 左に回れば、片方は右に回るし、片方は右に回れば、片方左に回ると。では、この二つがプロペラのようになっている。この二軸がね、プロペラのようになって、連動して動くわけです。はい。これっていうのは、両方が動いてるわけではなくて、片方を動かせば、もう片方が吊られて動くという形になってますので、まずはこの親指側を倒す、傾ける動きを、 このように練習してみてください。はい。これは体の動きの習得なので、楽器は一切必要ありません。どこでもできますので。親指を倒す。戻す。倒す。戻す。はい、このように動かしてみてください。え、慣れてきたら、少しずつ。このスピード弾みをつけます。 よく言うのはですね、手を洗って濡れた手のこの水を切るような、さっさっさっていうような動きです。はい。これ非常にキレのある動きで、しかもこの骨がこのように動いているのが確認できると思います。さっさっさという動きもやってみてください。さっさっさっさ。慣れてきたら自分で一定の タン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 というようなねテンポ感をつけて動かしてみてくださいはいそしたら今度は椅子やかほンに座っていただいて自分のこの足ですねももの外側をちょん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 と叩くエクササイズをしますはいこれはめちゃくちゃ効きます 本演奏に限らずねすべての打楽器で有効に使えるエクササイズなのでぜひね空いた時などやってみてくださいやり方は今の動きと同じですこの親指側の骨をこのように傾けることによって反対側の指を振って外腿ももにタッチタッチタッチ 軽くで構いません軽く。ちょんちょんちょんはい。でこの時にこう腕をね振ったり手首を曲げてちょんちょんちょんってやらずに親指を振っているあくまでやっているのはこの動きです。この動きで連動して4本指が振られているでこの4本指でタッチタッチタッチ。タッチ よくわからないぞーという方はゆっくりやってみてくださいまず親指を1回傾けましょう自分の内側に傾けた状態にしてから元に戻す。す、はい。元に戻すタイミングで4本指が当たりますねはいはいつまりこのチョンって叩くためには親指が外側にこう 開く、回る、動きをする必要があるわけです開いたタイミングで叩けますちょんちょんちょんはい開く戻す開く戻すちょんうんちょんうんちょんうんちょん,、うんちょん 最初のうちはゆっくりゆっくりこの動きがどのように動いているのかっていうのを確認しながら行ってくださいはいで今までこの動きを全くやったことがない方はたぶんねこんなにスムーズにいかないと思いますのでじっくりで構いませんので空いた時間に1回1回このね動きを確認してやってみてください ここをどれだけ丁寧にやれるかによってですね、今後の伸びしろ、成長度合いが大きく変わってきますので、はい。すっごい地味な練習なんですけれども、馬鹿にせずやっていただくといいかなと思います。はい。で、できちゃった人は、だんだんこのちょんちょんのテンポ感、 あちょうどこうねドリブルするようなこの指先がバウンドするような見た目になるといいですねちょん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 とこうこの太ももの上を弾むようなはいはたから見るとねこういう感じなんでめちゃくちゃシュールなんですけども <laughs> これが本当に効きますので、えー、騙されたと思ってねぜひやってみてください で、はい、ではですねこの動き慣れてきたわと。というかもう飽きてきたわとなってきたらいよいよ花に行ってみましょう。はい。このままこのままですよ。このまま。この動きをこのまま持ってくる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 持ってきて花粉のだ面上でハイのポジションで行いましょう。ハイトーのポジションでちょん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 。はい。これがクローズトーンです。これで完成です。はい。えっこれだけつっ,ってね。 今これ両手でやってるんですけど交互にやるとオーバーにやるとこういうスイングなのでこのような当て方になるんですけれどもクローズトーンはそんなに音量必要ないのでもっとこの振り幅をね小さく小刻みにもう本当に震える程度これぐらいの振り幅で 触れると。で、これを両手で。全く同じように。左右対称になるように。トン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 チョン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 とやってみてください。はい、できましたでしょうか。よく初心者さんが陥ってしまうケースとしてはですね。だんだんこの動かし方が自分でよくわかんなくなって。 で腕がこうねあっちゃこっちゃいっちゃうっていうかねしどろもどろになってしまったり結局こう指だったり手首を使ってやってしまうこちらの方が日常生活でよく使う動きなのでここに落ち着いてしまいがちなんですけれども。 ここでやっても決してダメというわけではないんですけれども、まあ、先をね、見据えたときにいろんな奏法だったり、演奏、えー、フレーズを叩くために、ここでやってると限界が早く来ますので、まあ、こちらでやっておくことをお勧めしますという感じです。はい。で、今言ったケースに陥らないためにどうすればいいかというと、1個の例としてはですね、親指を軽くこの縁に乗せる。はい。で、親指を視点と考えてこのように振る。 動かしているのはこの骨なんですけれどもこっちを支点に考えることでこちら側が振られるというはい親指を軽く乗せてここを支点に動かせば変にこう手首だったり指を使うこともありませんし腕が変なね動きをすることもありませんので。 よくわからないぞという方はこれを試してみてください。親指をこの上の縁に乗せた状態で残りのえ厳密に言うとですね薬指を薬指を中心に考えるといいかなと思います薬指を座面から離して座面に対して触れるっていう風に意識すると他の指も合わせてくっついてきますので 親指をつけた状態で薬を離して着地離して着地トン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 チョン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 ,チョンはいしっかりとバシッと叩く必要は全くありませんので軽く軽く 体の動きを確認しながら行ってください。ちょん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 はい。基本的にずっと両手で練習していて OK です。左右をとにかく均等にした状態を作った後に、あ、慣れてきたなと思ったら、右左、右左。 に振ってみましょう右左右左と小さい音ながらもう左右の音量バランスが大体同じになるくらいにトントントンとタッチしていってください慣れてきたら、まあ、可能な範囲で構いませんのでテンポアップしていって。 同じような軽い状態楽な状態がキープできるかなっていうことね常に気にしながらやってみてくださいはいというわけで今回は一歩上を行くクローズドーンの叩き方についいて解説たたしましまこれ本当に日常生活であんまり使わない動きなのでこの動きをね初めて知ったぞと初めてやったぞという方は習得にまあまあ時間がかかると思ってください焦らずゆっくりで 構いません少なくともね、1か月はかかるかなと思います。ので、日々、こう空いた時間にね、ちょん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 と、この動きを、体に、脳に、覚えさせてください。はい。いや、本当にこんなのやる意味あるってね、思う方もいるかと思います。普通にこれでよくないって言って、ちょんちょんちょんでね。はい。そういう方は、まあ騙されたと思ってね、<laughs> やってみてください。 これは本当に花本は、えー、もちろんなんですけれども他のパーカッション、ダラブカ、コンガ、えー、ジャンベ、フレームドラム、えー、エトセトラエトセトラでねあらゆる打楽器に使えますしもっと言うとピアノもそうねピアノも指ではなくてこっちでね使うことでよりスピードの速いタッチを生むことができますし、えー、ギターのストロークはいギターのストローク こう,こうじゃないですね。こうですね。はい。これも同じです。この動きだったり、えー、ベースのスラップ。はい。もうあらゆる楽器演奏に応用できる動きなので、ぜひ習得しておくとね、後で、えー、僕に感謝すると思います。はい。ぜひやってみてください。はい。こんな感じで、このチャンネルではマニアックにパーカッション情報を毎日発信しております。面白かったよ、参考になったよという方は、ぜひシェア、拡散していただきますと、大変嬉しいので、よろしくお願いいたします。 また、メンバーシップの制度を使って、このチャンネルのサポーター様を大募集しておりますので、このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同、ご支援いただける方がいらっしゃいましたらですね、概要欄を見ていただいて、ぜひチェックしていただければと思います。また、毎週日曜日 YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップっていうのもやってますので、こちらも合わせて参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。